おはようございます。一ノ瀬はじめです。今日も母ちゃんがお茶作っておいたので、朝からお茶が飲めますよ。いただきます。OK, Google。今日の天気は?今日の名古屋は予想最高気温21度、最低気温17度で雨のち晴れでしょう。現在気温17度、曇りです。ちょっとだけ気温上がったね。雨か、今日も。はい、今朝の朝ごはんは、母ちゃんが炊いといてくれたご飯に、この混ぜ込みわかめごぼうをかけていきたいと思います。これ結構美味しいんだよね。はい、昨日飲みに出た時帰り雨降ってたけど、なんとか青空は多少出てるね。下はこんな感じでまだ乾いてませんけどね。それではお仕事行ってきます。本日は母ちゃんおりませんので、今日はね、このだいぶ古いシビ缶、これを使ってね、バックスペース FM のライブ配信を聞きながら、ちょっと余ってるこの棒ラーメンの、醤油豚骨味、これを作って今日のランチを食べていきたいと思います。はい、完成しました。めっちゃいい匂い、豚骨のね。それではいただきます。機能入ってるんですよね。でこれは実は結構性能が高いですね。前日の方も前にも話してたボラーメン最高。はい、お仕事終わって帰ってきました。今日はね、このまたね、アウトドアグッズが2つ届きました。ちょっとね、本当にハマってきちゃったね。今回はね、このキャプテンスタックの折りたたみ式のお玉と、これね、ちょっとすげえ安かったんだけど、中華製の皮膚希望、これこの間焚き火やった時に子供たちがかなりね、楽しんでやってたので購入してみました。でね、この折りたたみのお玉をなぜ買ったかというと、先日買ったね、このキャプテンスタックの3点セット、こいつにね、きっちり収まるはずなんですよ。それでは入れてみましょうか。はい、これね、ここにちょうど今ね、菜箸がないんで普通の箸を入れてますが、でその上のところにこんな感じでね、折りたたんだ状態でお玉を入れると、でこうパチッと閉まるはずなんだけど、ちょっときついかな。あ、閉まったね。はい、こんな感じできっちり収まって、先日ね、うちの母ちゃんがキャンプで豚汁作ってたんですけどね、お玉がなくて、デデ君に借りたっていうねのがあって、まあね、この中で全部収まればね、一番ちょうどいい形になって、このね、まな板の3点セットもキャプテンスタックなので、キャプテンスタックの折りたたみのお玉を、購入しておけばね、まあ入るだろうということで今回購入しました。まあね、これでほぼほぼ揃ったかな。あとはソロキャンの時にテントをどうするか考え物なんですけどね。あれね、一応一人でも建てられる、4から6人用のテントなんですけど、一人であのデカさを持ってってもね、なかなか困るよね。ということで、まあ、今後どうするか考え物ではありますが、とりあえず今回のこれでかなり揃ったんじゃないかなと思うんですがね。あ、一応これも開けておこうか。じゃあ開けてみましょう。はい、中身こんな形のものですね。お、結構やっぱりピンとすぐ来るね。で、あんまりふらつきもしないな。ほぼこれね、先生が持ってる、あの、授業で使うね、やつだよね。先っちょがついてないのと、この石突きっていうのか、ソールというのか、ここがついてないだけのものになります。ほんと安かった。で、このね、意外とこのケースもついててね、あ、いいんじゃない?っていうことで購入してみました。まあ、そんな感じでね、とりあえず、さっきも言いましたけど、まあ、ほぼほぼ揃いました。
ソロキャンだけですね、問題は。というわけで、今日の動画はこんなところで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。